はぽっちゃりの方が好きかな。ちゃんと正体は分かっとんよね。ぽっちゃり派だったか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでキラボシラブリンスいきますか。倒せるか。エルゼメキア最後の舞。キラブシ共和国を過激路線に変えたエルゼメキアは世界中の国々を UFO の大軍勢に襲わせている。決戦の地キラボシラビリンスに突入してエルゼメキアとの長い戦いに決着をつけよう。お、もうちゃんと決着がつく。地下迷宮に突入しエルゼメキアと決着つけよう。何キラキラお星様とキラリンスターライトなんか可愛い。はい、挑戦します。絶対強いよね。何？なんかめっちゃ絵飾られとるやん。まるで豪華なお城だね。え、かわいい。いかにもうまそうな虫が出てきそうなところだな。エルナちゃんじゃない？楽しみだぜ。もしかして、すごいそんなとこ見る余裕が。宮廷料理的なこと言ってんの？いや、さすがに飯は出てこないっすよ。もう、決戦の緊張感どっか行っちゃったよ。ま、肩の力抜けていいんじゃね。まあね、久々にあの強い武器手に入ったけんね。あのなんか黄昏のワンダやっけ、あれも今黄昏のワンダやけど、ブルーストリーム、あの一番メンバーの中で一番攻撃力が高くなったよ一気に。アースウォーカーなんか問題じゃないぐらい。さあ一気に。え、てかその辺の敵でもめちゃくちゃレベル高くないっすかね。逃げられないよ。めちゃくちゃ高くないっすかね。いやでも正直あれよね、その辺の敵ってさ、なんか知らんけど自分らよりレベル高くっても弱いよね。行くよ。あっという間にやっつけれるよね。当然さ、しかしボスになったらそれはなんかまた話が違うよね。それ、これはどうなの。行くよ。やけんその辺がどうなんかなって感じなんやけど。お、キラキラ星様ゲットしたよ。そしてディスコタイム発動。そこだ。その辺の絵がすごく気になるんよね。見てあれ、いいね。なんかブルストリーム、細かい部分見ていくの好きやわ。てかあれやんね、実際の絵画をなんかもじった感じやんね。ほらほら。え、あれジャンヌダルクのやつよね。さあ終わりだ。これはどう。これを食らえ。待って待って待って、しびれたしびれた、やめてよ。ブルーストリーム。ブルーストリーム、これで一気に。ここだね。え、みんなどこ。逃げられないよ。え、ちょっとみんなどこ。決まったね。あ、そっち、そっちまだ敵いたんじゃ。どれが敵でどれが味方なんだか。んで、あ、なんか奥に一匹だけおるね。どこ、こっち。あ、こっちに行けるところがあったのか。え、なに、なんかでかいのおる。終わりだ。ほらほら、しまるにちまるか。出発なんですけど、次のポイントに出発よ。びっくりしないようにね。あ、この先に進んでいけるってこと。あ、要はあれか、ピラミッドの時みたいにちょっとずつちょっとずつ進んでいく感じね。どれぐらいフロアあるんかな。よっ、おりゃ。変身が溶けてしまったから。よっ、いえ。お前の時間だ。待って、アイテム拾ったか。よかった、敵が出てくるかと思った一瞬。イエーイ、殴るだけでもやっつけれたやん。あ、もしかしてミケッティオがやっつけてくれたか。そうかもしれない。遊んでやる。よいし、変身。なんかさ、ちっちゃくなっとるけんか知らんけど、そこよ。なんかこの召喚しとるミケッティオ、なんか声まで若干高く感じるんですが。深淵に沈むぞ。ブルーストリーム。イエーイ、君を照らすよ。この辺でも結構なんか強い武器が手に入りそうな感じやね。何、食卓や、食卓。これはどう。めっちゃめっちゃ細長い食卓や。はい、君たちね。イエーイ、一発。そこだ。よし、次次と。でもなんかあれかな、ピラミッドっていうよりは、まあ色合い的なこともあるかもしれんけど、あ
の花子さん。逃げられないよ。あの名前忘れたけど、漏らしたらダメリアやったっけ。そんな感じの名前。いてこれはどう。なんかそんな感じ。ほらね、雰囲気似てない。ここだね。大丈夫。なんかすごい体勢やったけど今。ブルーストリーム。君味方だったね。めっちゃ敵追いかけてきよると思った。次なんかこっちの方に。そこだ。ソファーとかも置いてあるやん。こっちの方か。いたいた。あ、なにこれ。なんだと。これはどう。消え。こんなこんな部屋まで。こんな部屋まであるのね。中に。この辺はなんかちょっと。なんかあの風紀タワーみたいな感じ。目をくらえ。水星ランス。こうさ。一応みんなが戦っているところ。めっちゃ私はアイテムを。お、あっち側にも誰かおる？ほら、ここに。行くよ。浄化してあげよう。後ろから。ちょっと卑怯かもしれんけども。よし、あとは、あの一体だけだね。多分あいつまた扉の前を守りよる門番的なやつなんやろ。また家タイプかな。あ、ほらほら。あれ、変身溶けてた。おいしく調理してやろう。終わりだ。おいしく調理してやろう。ティー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 さあ、次に進んでちょうだい。くれぐれ。エンラ先生も無視して進んでいく。行くよ。なんかあるよ。うおぉ。そんな気合い入れて開ける必要ないけどね。終わりだ。何が終わりなんだ。終わりだ。宝箱開けてるだけなんですけど。うん、終わりだ。いい。お、こっちの敵もやっつけてたの。あ、可愛い。ほら、え、めっちゃ可愛い。ね、いいね。え、てかもうそろそろなんじゃない？なんかそれっぽくない？え、そんなことないかな。全然そんなことないかな。何かしら一人で勝手に感じ取ってしまったけど、うー、びっくり。終わりだ。イエーイ。お、標準ナックル。標準やって。百獣ナックルもこの辺で強いのゲットできるんじゃない？え、結構ね、メラの技メダルが弱いのばっかりな気がするんよね。うん、どこ？こっちか。違う。え、どこ？こっちか。く、マップを見ていても、お、終わりだ。君たち現れてなかった。KG ブラスト決める。いいや。終わりだ。なんかこの前で可愛くない。ショーパギー。可愛くない。お前の時間だ。ちょっと待って。かあ、当たる。終わりだ。深淵に沈むがいい。見た目的にはすごい弱っちそうな感じやけど。終わりだ。ちょっとしびれた。どうだ。遊んでやる。よし。ほらほら。君ケッティは一人で何やってんだい。もう誰もいないよ、そこ。終わりだ。おいし、終わってんだよ。終わりだ。モニター室めっちゃあるやん。めちゃくちゃ見張られとんかな。あ、やってきそうみたいな感じで。なんか増えた。ブルーストリーム。もうこの奥そうってことやない。なんか扉の前にやつ2体が増えたんやけど。ね、確実にそうやん。終わりだ。しまった。おいし、順調みたいね。ふわ、その調子で先に進むのよ。そしてアイテムが4つもある。お、中継検知ボールじゃないっすか。終わりだ。おいし、終わりだ。はぁ、あ、いよいよ来たって感じがする。きっとそうでしょう。行こう。気をつけて。うん、嫌な予感私もしてる。めちゃくちゃ注意して進むね。終わりだって言いながらテカテカの音を拾っていくよ。終わりだ。はい、来た。うわー、無駄に拾え。見て、滝まであるんやけど、中に。く、ついにここまで来たか。来たよ、来たよ。案外早かったわね。念のため聞いておくけど、私の提案を受け入れるつもりは。他のメンバー提案のお話知らんのじゃない？ひどい！そうよね。
ほらほら。提案？何の話だ？気にするな。エイリアンどものたわごとだ。まあね、死ねって言われたし。エルナ様は地球のことを考えて。忍くん、いいの。しかし、もういいの。結構地球気に入っとるとかそういう感じなんかな。なんだろう。なんか違和感が。何？決着をつけるぞ、エルゼベキオ。この星を君たちに渡すわけにはいかない。ちょっと誰かマタロウの話を聞いてあげてよ。覚悟するがいい。あれだけ力の差を見せつけられてここまで反抗するなんて、あなたたちってほんと空気読めないんだから。真面目な感じになってきたね。もう何でもいいから死んじゃって。あ、ついに来る。やられるのはお前の方だぜ、マタロウ。行くぞ。うん、ほら、なんか攻撃しづらそうよ、マタロウ。やっぱ本当は殺したくないみたいな。星に変わって、お仕置きだお。急にふざけ出した。そこよ。急激にふざけ出した。誰から死にたいの？俺たちは負けねえ。勝って、地球を取り戻すんだ。声だけ聞いてたらあれだけど、エイリアンをまとめて目だやしにしてるし。普通にニッコニコだったよ。なら、やってみなさいよ。なんかスピードが速そうだなってか、回復だけなんでそんなに使えんの？誰も体力減ってないとかじゃないよね。減ってますよね、みんな。はぁ、溶けてしまったぜ。ってことでクーカちゃん、いくよ。変身、えい、いくぜ。かわいい。変身後がちょっと残念やけど。スモモ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 ガレディ、モフモフトルネード、トルネード。行くよ。これ近くじゃないと機械やっちゃった。毎回思う。行くよ。キャー。助けて。行くよ。ビームまでピンクとかめちゃくちゃ可愛いやん。ブルームーンが君を照らすよ。行くよ。なんだなんだ、今の攻撃じゃないよね。それ。お、これ。行くよ。今のは避けたのか。でもポーズ取れんかったってことは避けれてないってことかしら。もう行っちゃうよ。あー怖い。ちょっとそこ大丈夫か。 TG ブラスト。ちょ、回復してあげた。そこよ。よきよき。こっちが攻撃している間なんかこれ、いやちょっと待って、広範囲でやってくる。恐ろしい。終わりだ。でも一応正面にしかやってこん感じかな、あの攻撃は。あとなんか若干ためよるけん、こっちに攻撃が来るまで時間がかかる。あれだけ受けれたら大丈夫そうか。今のは当たっていないのでは。今のは当たっていないのでは。決める。終わりだ。回復。あとちょっとやん。でも手加減しとるらしいけど。みんな正面に行くな。正面に行くな。ちょっと本気出しちゃう。範囲の罠がやってくる。よし。何本気？でも本気はそれはそれでちょっとやめていただきたい。ケージブラスト。わがまま。深淵に沈むがいい。あとちょっとだ。負けちゃったか。いやいや、あっさり負けちゃったか。あ、メダルゲットできるやん。変身。エルゼメキアゲットできたよ、やった。やっぱりおかしい。エルゼメキアは本気を出してない。なんで？負ける気やったってこと？どうだ！まさか、ここまで力をつけてるなんてね。あなたたちを甘く見ていたみたい。甘く見ないでね。忍くん、一度引くわよ。お。はい、エルナ様。何？エルゼメキアよ。なんかお叱りが来るんじゃない？手加減したら気づいて。その者たちは邪魔だ。今ここで消しておくべきである。結構なんかやりとり楽しみよったみたいな、今までの。しかしこのような連中、今手を下さずとも。私に意見か。だってさ、何か勘違いをしているようで。まだお前が手を出さなくてもみたいなこと言ったやん。お前が何を背負っているのか今一度考えてみるが良いのである。何背負ってるって？く、地球の運命ってこと？
決して忘れてはならないのである。お前の星は我が手中にあることを。マジでここもなんか脅されよるみたいな感じ。星？何のことだ。かしこまりました。やけん地球は助けようとしよるみたいな。しのぶくん、ちょっと頼まれてくれる？え？あれは出てきたよ、中身。天海、ヘルナ？中身、中身じゃないの。もう返さなきゃ。その子をよろしくね。でもこの子から抜け出ても同じ姿やん。はい、わかりました。解放したのか。だがなぜ。もう必要ないからよ。変身した姿はこのまんまってことなんかな。ん、何？バカな奴は俺たちが追い詰めたスター。ああ、やっぱり本気の、なぜこれほどまでのパワーが出せる。やっぱりそうだ、エルゼメキアは手加減してた。やめてよ。何？そう、本当は適当に切り上げて時間を稼ぐつもりだった。でもそれももうおしまい。あなたたちにはここで消えてもらう。この子もこの子で自分の私の大切なものを守るために。辛いね、そういう背景があるとは。なんてパワーだ。何？霧がくれらんと。今からすぐに。これが最後、もう後には引けない。変身。何、さらに変身？てかこれが最後っていう件、もう一回なんか交渉するんかと思ったら交渉でもないんですね。何？なんかスリムになった。ゾディアライア。マドラ様、この命に変えてもこの星を手に入れてご覧に入れましょう。なんか可愛さがなくなったね。でもかっこいい。なんかかっこいい感じになった。今こそ全てを消しよう。ゾディアライア。もうふざけた感じじゃなくなったぞ。なんかいっぱい出てきたぞ。なんかいっぱい出てきた。奴の分身か。お前たち油断するなよ。ここまで来てやられっかよ。そこは必ず勝ってみせる。ウーストリーム。ここだね。ディア。これはどう？ちょっと待って、周りの奴らもすごい邪魔なんですけど。逃げられないよ。周りの奴らもすごい邪魔やけど。すごい広範囲じゃない？今のやばくない？ここだね。やばすぎ。ブーストリーム。絶対避けれんくない今の。ちょっとすごいうるさいけど。絶対避けれん技じゃない？ずるいってそういうの。もうなんで決める。恐ろしいわ。てか周りの子たちめっちゃアイテム落としてくれるやん。ブーストリーム。ただそのアイテムをすぐには使えないのがあれだけど。ここだね。正義の光で悪を焦がす。使えないのはあれなんだけど。くらえ。OK。 そこだ。もうすでになんかため攻撃。だから絶対避けれんやつ。ここだね。でもなんかそんなに体力減ってない。決める。ストリーム。どういうことなんやろ。どういう技なんとかいまいちよくわからんねんけど。でもあれ攻撃決める。違うんかな。誰もやられてないや。吹っ飛ばされた感はあるんだけど。そこだ。おっと、また来るよこれ。私が破れれば降臨性は。だから私は負けられないんだ。降臨性、もしかして彼女は。そうだ、このままで取り返しのつかないことになる。取り返しのつかないってどういうこと？どこ、その星のお姫様ってこと？ディア。にしても取り返しのつかないってどういうこと？そこだ。気になるんですけど。決める前線。戦闘中の左上の会話が気になるんですけど。決める。早く真相を教えてよ。あ、来ると来ると。これ君を照らすよ。とりあえずポーズだけど。びっくりして、やっつけたんかと思った。普通に変身が解けただけやった。あ、一応あれか、あの広範囲攻撃やられはせんけど、あのゲージがめっちゃ溜まるね。よきー、その点だけよきー。行くぜー、モモンガールディー。スモモモモモモモンガールディー。顔だけ残念なやつ。
怖い。今のは当たったのでは？決める。今のは当たったのでは？でよ。行くよ。正義の光で悪を焦がす。もうふもふトルネード。どこ？あ、ダメよダメよ。えいやえいや。とりあえず避けとくけど、多分誰もやられんよね。あ、でも一応半分ぐらいはなくなるやんか。行くよ。なんか思ったよりは体力削られよるっぽいね。終わりだ。次チンペやられるんじゃない？あれ？私は。え？何？やられてないところか。なんか体力増えたけど。やっ。何？どういう仕組み？何？回復したの？行くよ。えいや。怖い。それでエルデシャドーマンも倒せよ。モフモフトルネード。倒せよ。行くよ。いい感じの位置におるやん。あの広範囲攻撃の時。行くよ。変身。ブルームーンが君を決めるよ。深淵に沈むがいい。何回繰り返すで、あ、来るよ来るよ来るよ。ひえ、こんなところで。おい。ブルームーンになるわ私。あ、ちょっとやっといてあげて。ブーストリーム。待ってやられたのでは。終わりだ。あ、大丈夫。これはびっくりした。やられたと思ったよ今。くらえ。さあ。えい。おお、やったぜ。そして周りの子たちから取れたアイテムを拾っておきたいんだ。で何？早く真相を教えて。終わりだ。エルゼベキオ。早く気になる真相を教えて。彼女の事情を知らない。伝えなきゃ。アメリカンが超ついてくる。アメリカンが。倒せるかエルゼベキア最後の舞。え、最後ってもしかして。え、何？亡くなってはいけない子なのでは？大丈夫か？エルナ様！く、さすがだな。私の負けか。ついに。エルゼメキアよ。お前は我が家族の仇。私は、私から全てを奪ったお前への復讐を、この子も奪われた側なんじゃない？ここに遂げさせてもらう！私が、お前から全てを奪ったのか。なぜだ？なぜ UFO を見ただけで家族が殺されねばならなかったのだ？あ、でも実際に本当にしたんか。あの UFO はネビュラドライブという星間航行システムを積んだ新型だった、うん、ネビュラドライブ？ちょっと何を言ってるのかよくわからんけど。地球の文明レベル調査が不完全だった我々は機密保持のため念のため処理した。恐れながらマズラ様、わざわざあの家族を殺さずとも彼らに航行システムの構造が理解できるはずもありません。私は万全を期すのである。念のため処理せよ。は、その頃から普通にマズラの元におるね。念のためだと？そんなことのために父を、母を、マリナを。ラント君、お前だけは絶対に許さん。この子はいつから使えてるんだ。お、待って、ラント君、彼女を殺しちゃダメだ。またろ。早く事情を説明しよう。気づいたんだ、彼女は彼女なりのやり方で地球を救おうとしていたって。出会ってからも、ただ侵略するだけなら僕らはとっくに負けてるよ。まあね、今までは遊び半分みたいな感じだったもんね。確かに世界中に向かわせた UFO を僕たちにぶつけない理由はないはずだ。マズラを怒らせて地球が消されないようにギリギリの綱渡りをしてたんだ。違う？何を言っている？タマだ！血迷ったか？それだけじゃない！ティーラスが見せてくれた！そうよ、何を見たん？そこが気になるんよ。なんだと？エルゼメキアは氷星という雪と氷に包まれた星の女王だった。そしてそこに住む人々はとても平和に暮らしていたんだ。けど氷星にもマズラの侵略の魔の手が及んでしまう。強かった剣引き入れられたってことなんかな。彼女は自ら軍を率いて必死に戦った。民を、愛する人々を守るために。だけど、マズラの力は想像以上だった。
操られてるわけではないよね。戦いに敗れ、故郷の星を人質に取られた彼女はマゼラの配下になるしかなかった。一応まだ人質として生きてはおるのにな。奴にも戦わねばならない理由があったということか。エルナ様、同情などいらぬ。私は故郷の星のために地球を襲うと決めたのだ。もしかしてその頃からの忍君の中のエイリアンは、お前たちとて自分の星のために戦っているのだろう。ならば迷うことはない。その刃でこの胸を深く貫くがいい。悲しすぎる。お前の事情を知った以上戦うわけにはいかない、ね、役立たずが。ならばお前はもう用済みだ。そしてお前の星もな。さあお前も私の力を受け、無くなる魔人と化すのである。ん、意識もなくなるってこと？うん、なんだ。聞け、霧隠れラント、このまま私を倒せ。じゃないと。何？でなければ私の体はマゼラに操られ、殺戮の魔人と化す。今ならまだ間に合う。ダメだラント君、彼女を殺さず助ける方法を探そう。へえ、そうしたいけど、そんな悠長なことを言っていられるのかね。私はせめて人として死にたい。ただ殺すだけの化け物になど私はなりたくない。頼むラント。てかナユちゃんもさ、ナユちゃんの乗り移ったマゼラから解放してね。えらい人やったね。他の国の、他の国、他の星の。ダメだ。尊厳を保つために、それはそれで優しさやと思う。あ、本当の姿になった。てか元からあれやね、エルナちゃんに似た感じの子やったよね。霧隠れラント、お前の願いも悲しみも全て受け止めよう。私にもお前のように最後まで戦う勇気があればこれで全部終わりか。でもなんかあったかいな。どうか無限の邪悪マゼラを打ち倒して、さよなら勇敢なる星の者たちよ。あのバカっぽい感じも全部演技やったんか。すごいね。あの子か。すごいね。いいなぁ。でも私は、ぽっちゃりの方が好きかな。ちゃんと正体は分かっとんやね。ぽっちゃり派だったか。エルゼメキア。お前は。エルナ様。僕は。あなたのそばで働けて幸せでした。この子はこれからどうするんだい。エルゼメキアもまた犠牲者だった。やっぱ全ての根源はマゼラということ。彼女は地球を襲うしかなかった。助けてあげたかった。もし僕が同じ立場だったら彼女と同じことをしたかもしれない。ああ、俺もだ。黒幕を打たればな。あれ、千秋はどこに行ったの？奴のためにも。本当の敵は、ふぶきちゃんもマゼラ。マゼラを撃ち、エルゼメキアの無念も晴らす。どういうメンバーが選ばれてこうストーリー上に出とんかがよくわからない。こんなの許せねえ。マゼラ、絶対に倒してやる。すごいいい子やったね、エルゼメキア。かわいいし。なんだや。何？ UFO が来た？え、何あれ？なんか顔みたいなのある。目と口。何あれ。え、びっくりした。消し去られたかと思った。マタロウだけ。ついに来てしまったか。マゼラ自身がここ。ティーダス、あれは何なの？なんかここすごいひょいひょい中から出てくるよね。マゼラの本体。邪悪な意志を持ち、星を食いながら移動する恐ろしいブラックホール。普段は何の中に入ってる。その名も。星食いのマゼラ。星食いのマゼラ。じゃあ千秋いつの間に。もしかしてナユさんがいたアンドロメダオス星を襲ったのも。
ああ、みんなが犠牲に。そして我が故郷タイトロン星も塵一つ残さず食われたのだ。私が地球に逃れ、君の体を借りているのも全てはやつに一矢報いるため。ちゃんとなんとか星人みたいな感じなんやね。ほら、普段なんかすごい不気味なものに入っとるやん。本体の方が良くない？うわ、来たよ、なんか。うわ、直接目の前に現れた。なんだお前！控えろ、下等生物ども。誰？この方を誰だと思っている？誰？我が名はマゼラ。お前がマゼラ？前まで普通に出とったっけ？本体はブラックホールなんじゃ。あれは本体からコントロールされている、いわば分身だ。どういうこと？あれが本体だって言わんかった、さっき。地球を侵略し、私にスターエナジーを供給するポータルにしようと思ったが、面倒になったゆえ食すことにした。食すなよ。なんですって？この星もだいぶ恐怖に覆われました。そろそろ食べ頃でございましょう。そんな恐怖に覆われるようなことあったっけ？さっきから聞いてれば。なんかみんな平和な感じだけど。殺すとこどっかい！なんかこの一部だけごちゃ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 しよるだけな気がしたけど。俺たちはみんな把握しとったんだか。お前になんか絶対に食われない！諦めろ。どれだけあがこうとマゼラ様に食される結果に変わりはないのだ。なんかお前たちの絶望という調味料が絶対使っているやん。さらに美味しくするのである。そんなことないかな。ポンってまた新しい星が現れるんかな。食われるまでせいぜい恐怖するがもうそろそろこのマゼラとの直接対決ってこと？どうしよう。このままじゃ地球が食べられちゃうよ。だけど相手はブラックホール、大社の仕様が。星を食べるっていうのはもうそのまんま外からってこと？中の人たちをちまちまとかいうわけじゃないよね。何？誰かからの連絡？なんとかなるかもしれない。お、なんか手を打ってくれよったんかな。みんなには黙ってたけど、私、ある国家プロジェクトに参加してたの。何それ、すごい。星を食べながら移動するブラックホールの存在はかなり前から予測されていた。だからブラックホールをも消滅させられる最終兵器の開発を密かに進めていたのよ。そんなことができるんですか？なんだよこれ、すげえじゃん。吹雪、ブラックホール消滅させるとかできない？じゃあなんとかなりそうなのか？ええ、今連絡があったの。よく今最終兵器破壊ヤー DX が完成したって。何そのダッサい名前。なんと地球の科学力がもうちょっとなんか名前どうにかならんかったん？ てかみんな何にも思わんの？破壊ヤー DX はグラウンドに移送中。発射準備はすぐに整うはずよ。そんなちっこい感じ？マジかよ、こりゃ希望が見えてきたっしょ。さあ喜びの方が、みんなで破壊ヤー DX の発射を見届けるわよ。ああ、エルゼメキアがやられる前だったら。ゴー！もうなんかロケットみたいな。4 3 あ、マジでこれで行くの？2 1。こんなんか周りすごい結構近くに建物とかあるけど吹っ飛んだりせんの大丈夫？多分今すごい地震が。うわー、これでもう解決？マゼラ終了。ストーリーで終わり？そんなことないよね、きっと。口の中に入ってたぞ。内側から破壊するってことか。破壊や DX が消えた？え？なんで？消えたん、あれ。内側に入ってたわけじゃないんや、あれ。うまくいかなくて残念だったな。普通に吸い込まれたってこと？その声はマゼラか。なんなん、地球上のどこによっても声聞こえとん。やはり、地獄耳やねん。お前たちの希望はあれだったか。まさか、破
カイア DX の存在がマゼラにバレていたの？そんなはずない！私たちは誰にも知られないよう細心の注意を払って。え、でもどこにおっても声聞こえとんやったらさ、多分こそこそ話し無理なんじゃないかな。だが人の思考を読むなど私にはたやすいことなのである。テレパシーとかもできそうよね。心を読まれただと？絶望に染まった良い顔だ。パーフェクトな比類なき絶望は希望を失った時こそ生まれるもの。もっと恐怖しろ、絶望しろ。そうすればさらに味は高まるのである。もうすぐ、もうすぐだ。ほら、もう希望が一瞬で消えたけど。もうダメだ、地球はマゼラに食べられちゃうんだ。諦めるなよ。まさかこんなことになろうとは。諦めるしかないというのか。いや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 、頑張ろう。ここまで来たんよ、もう。くしょー！あとマゼラだけやろ、きっと。ジンペイ君、こんな時、怪奇人間ベロンのベローダ師匠みたいな人がいれば。何、わからない、誰だ。そうだよ、マゼラにも負けないすごいパワーアップをさせてくれるのに。なんでそんな希望が溢れたような言い方なの。おらんねやろそんな人。師匠誰？あれ、師匠といえば。私を呼んだか。ああ、あなたはルラリヒョン。え、なんか普通に現れたけど、誰かの中におったんじゃなかったん？何？ヌラリ師匠！なんと！え、何？え、コマくんもヌラリ師匠を知ってるの？何、今までに出てきたっけ？何、普通に。え？出てきました？全然知らないけど。あ、妖力のことはヌラリ師匠から教わったんだ。ほう。でも、ヌラリ師匠が自分と会ったことは誰にも言うなって。それ僕も同じだよ。え、あった？知らない。だからお互い知らなかったのか。え、エンマの話で初めて知ったよね。え、違ったっけ。先代、記憶がわからない。お久しぶりです。長い間おそばに参れず申し訳ありません。先代、そんなことは気にするな。よく戻ってきてくれた。あ、エンマってこと？あ、やっぱ先代なんや。見た目がそれっぽいなとは思ったけど。師匠、学園長ともお知り合いだったんですか？え、それは、何？ああ、元妖怪ってこと？気の遠くなるような、遥か昔からな。しかし、なんという偶然、ね、これも天の導きかもしれん。諸君、ここで学園の隠し機能ならぬ学園の隠れ理事長を紹介しよう。ずっと扉の外に待っとったぐらいの感じじゃない？隠れ理事長？俺が Y 学園理事長の閻魔台俊介だ。は？閻魔台俊介？待って待って待って、エマちゃんは？なんかちゃんと実体化してるような気がするけど。大王様、完全復活おめでとうございます。完全復活したんや、なるほど。ようやく生命エネルギーが満ちてな。エマちゃんの中におらんでも大丈夫ってこと。早速だがヌラリオ、やるべきことは分かっているな。エマが死にかけとったりとかせんよね、別に。吸い取られて。御意。妖怪ヒーローの戦士たちよ、破壊や DX を失い、人類に残された希望は失われた。うわー、絶望的。敵が勝利を確信している今こそパワーアップを図るチャンスでもあるのだ。まあ油断しとるってことやもんね。おお！3つの Y サークルに特別な修行場を用意した。また Y サークル巡りするかなり厳しい内容だが、お前たちなら乗り越えると信じているぞ。なぜ Y サークルなんですか？妖力が集まりやすく修行に最も適した場所だからだ。まあ常に妖怪たちおるし、ね、そういう風に俺が作った。あ、Y サークル作った？そうだったんですか？エマ大王やったん。とにかく我らの特訓を受け、スーパー Y 戦士へと成長するのだ。ほう、準備ができ次第 Y サークルに来い。すぐにでも修行を始めるぞ。
第一から順番にでいいんかな。イエスサー！なぜその返事で揃うのか。でもまさか、ぬらり師匠の修行を受けよう。ぬらり師匠に教わってたなんて。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さてことで、いよいよマジャラかと思ったら、まあ、なんか、Y サークル巡りがまた始まるっぽいけん。じゃあそこで修行を受けてもっと強くならんといかんね。エルゼメキアでも結構ギリギリやったもんね、多分。